次々と相手を投げ倒す。在期間6年と3ヶ月はすでにできた。そうだが、36歳という年齢もどこ吹く風、まだまだ強く強さを誇る内山。史上最強の男、内山隆。チャンピオン同士の対決も勝つのはこの俺。倒して倒して倒して歴史上最も長く世界チャンピオンとして。だが内山の強さは底なしだ。18連勝中の勢いもさることながらこのパンチ、さらにインビシブル、目にも止まらないというニックネーム通りのスタイルは厄介なこと。内山のスーパーベルトを虎視眈々と狙う男たち、世界中の猛者たちが内山を狙う。なぜだ。ポラレスさん、スーパーベルトはそんなに美味しいですか。この一戦で王座に君臨した防衛記録に並びます。センス技術に絶対の自信、谷川大関に勝って次スーパー一分け。昨年度国内年間 KO 賞および年間 MVP、 世界が最強を認めた日本人初のスーパーチャンピオン、ノックアウトダイナマイト内山隆。今日もその豪打で相手を沈めるのか。目指す大リードも暫定王者、インビシブル見えない男、ジェスレル・ポラレスです。どちらが日本の内山隆下のコラです。そして互いにリードブローを放って距離を取ろうというところ。まずは落ち着いて、よそいたい、まずは緊迫する、そんつかめるか。いやいや、リング中央入ってくる、ジェリーバーターアールさん、フィリパン、この3人です。まずはリング中央、さあ防衛戦ですが、この出だしの雰囲気をワンチュラどう見ますか。そうでしょう、おーっと左来た、このスーパーフェザー毛玉、序盤はどんな風に見えますか。はい、ワンチュー、右打ち、おそらく一つのリズムを作るポイント、ここをかけて中央まっすぐ下がるような感じのコラです。そこを前に、そして距離の測り合いですね。そうですね、はい、コラレスはね、はい、もう右の大きなフック、右の大きなフック、画面を止めたか、入ってる、第一ラウンド注意だ、まだ右を振っている、コラ滑ったか、ダメージはどうだ。ちょっと効いたような感じしますね。あ、そうですか、はい、残りがまもなく10秒、日本のスーパー王者内山、青やや低い体勢、体重心を失った、はい、こちらの挑戦者陣営、コラレス陣営ですけどもね、はい、一褒めてましたね、でしっこですね、はい、竹原さん、はい、コラレスがもう自信になりかけてますよね、はい、ただね、内山選手がもう力まずに、はい、あーと、あーダメだ、ダメだ、内山ダメだ、内山ダメだ、内山がパンチを出したところ、あ、内山、さあどうだ、大丈夫か、大丈夫、パンチしている、恐らく伝える、右を振ってくる、右当たっている、あれ倒れた、もうここはね、まだの組み合いだ、さあ内山距離を止めるか、大歓声、内山への声援、そして悲鳴もある、コラレスが追ってくる、内山の右元へ返す、コラレスカバーで振ってくる、いい、またスイッチしている、残り1回、みんなクリンチでもいいから、これ少しのがないとダメですね、もう無理して打っちゃってダメですよ、まあ、足は効かないと思うんで、はい、状態で返してやりたいという気持ちが出ちゃって、前出ようと思ったところまたもう一発もらっちゃいました。ノックアウトタイムとしては2分59秒というオフィシャルが来たんです。まあ、うん、まあでも完全な KO 負けです。このタイミングを聞くのは大変申し訳ないんですが、今後について一言教えていただきます。